足怪我しちゃった。そうなんですよ。ね、辛い。いやでも入院してますよ今も。今病院から。ちょっと待って、ちょっと待って。病院。え？素晴らしいお衣装で来ていただきました。ちょっとアニメに合わせて、はい、ちょっと狼風のコスプレを、もうすぐハロウィンなので、そうですね、はい、合わせてこのような衣装で来ていただきました、はい、おすごい映像見えてますか。今はですね、こちらにもアンジェリカさんの見ていただいている映像をご覧いただいています。中にいるようになってますね。大変でしたね。よく今日出てきましたよね。いや本当はね、松葉づえじゃないとダメなんですけど、え、そう、それを見てたら先生に怒られそう。やばね、モデル根性を見せました。複雑ですね、3箇所折れたんで。それ半端じゃないですか、はい、多分普通の人もっとかかると思うんだけど、結構回復が早いって言われて、すごいちょっと先生もびっくりされてます。雨の日でもう本当にね、ツルツルのところ、平らのところだよ、ツルンって。多分ね、足がこっち向いたままこっちに行ったの。道端で転んだのよ。あかんあかん。そう、怪我人っぽく見えないようにさ、したいじゃん、やっぱ。やっぱ元気を届けたいんで、みんなに。入院してますよ、今も。今、病院から。ちょっと待って、ちょっと待って。病院。ちゃんと先生に、こういうお仕事で、どれくらいの距離で歩くのかも説明して、それで OK いただいて、そうです。でも、なんかすごくいい経験でしたよ。うん、なんかこう、今までこう当たり前だと思ってたことが、すごいやっぱ感謝するようになったし、